コンサロデロス・サントスは、ウルグアイ、サルト出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。元ウルグアイ代表。ポジションはミッドフィールダー。CA ペニャロールでデビューすると、その後はキャリアの大半をスペインで過ごした。アトレティコ・マドリード、バレンシア CF といった競合クラブにも在籍した。2008年からは、デビューした CA、ペニャロールに戻り、そこで引退した。 ウルグアイのサルトで生まれた。プリメーラディビシオンでウルグアイの CA ペニャロールで1995年に選手になった。同クラブがリーグを3連覇すると彼はスペインに渡り CP メリナ・マラが CF に在籍。後者では1999年にセグンダディビシオンを優勝に導きプリメーラディビシオン昇格に貢献した。その後2001年にバレンシア CF に 遺跡、2001から02シーズンの13試合に出場した。そして、アトレティコマドリード、RCD マヨルカにレンタル遺跡をし、後者では、バレンシア CF でのチームメイト、ホルヘロペス・モンターニャットともに、レンタル遺跡同士でチームメイトになった。2006から07シーズンに、セグンダ・ギビシオンのエルクレス CF に遺跡。ここで2シーズン過ごし、 2008年7月29日に CA ペニャロールに復帰した。2年在籍した後、34歳で選手を引退した。9年間にわたりウルグアイ代表として出場し、2 0 0 2 FIFA ワールドカップにも出場し、フランス代表とのグループステージ戦で注目された。それ以外にも、FIFA コンフェデレーションズカップ1997にも出場し、4試合に出場し、 代表も4位で終わった。ありがとうございます。